はい、ちんチャンネルのじゅんでございます。今日は甲状腺エレニアを使っていこうでございます。ではあのはい、ということで今回はエレニアのご紹介でございます。ちょっとね、青龍がね活躍しすぎててね、かなりエレニアのね日が当たらなくなっていきますが、ちょっとねスポットライト当てていきましょうか。まず持続スキルですが、全ての味方のブロック率 40% 上昇、3人攻撃に対する免疫が6ターンの回で与えられます。これも甲状腺向きですね。3人攻撃、これジェイクも持ってたスキルですね。追加で自分に全てのダメージに対するダメージ減少 60% の効果が与えられます。味方の攻撃効率キャラ弱点攻撃率が 50% 上昇ということでね、もう弱点が毎回出るぐらいの勢いになってますね、この 50% アップでね。ホーリーライト、対セブンナイツ用ですね。もうこれね、すべての敵に攻撃力 100% の物理ダメージを与え、追加で対象のポジティブバフを解除。これね、ルークに、シールドを貼れた時に使えば解除してもらえます。甲状腺のセブンナイツタイプに1万の固定ダメージを与えます。スコアでね、1万ポイントが入ってきますよと。もう一つ。すべての味方に500のダメージを低減するシールドを与え、シールド貼れますね、これでね。2段の間自分に挑発効果。これもジェイクからいただいたようなもんですね。追加で味方の効率キャラのスキルクールタイムを10秒短縮させ、4段の間反射ダメージに対する免疫が与えられると。もう効率に関してはね、かなりモリモリな感じですよね、エレニアさん。そして最後、覚醒スキル、すべての味方の攻撃力や魔法力が5回の間 30% 増幅すると。まあこれによってスコアが伸びるんですが、なんとこれ覚醒ゲージが2回使えますと。覚醒ゲージはねな、覚醒スキルが2回使えるという形になっておりますんでね。その代わり、まあ反撃や追加攻撃が出ちゃってもね、適用されてしまうので、5回という中で何回破壊の魔性を使えるか、破壊の魔性であったっけ、パスカルの下ねを放てるかっていうのが勝負になっていきますということですね。ちょっとだけ装備見ていきましょうか。エレニアなんですが、ルーンはヒットポイントと防御力だけ振ってください。攻撃力は相手の反射を食らうことがあるんで、使わないでください。はい。なので、武器も外してます。最大ヒットポイントに、光の守護者。まあ、これは別に何でもいいと思います。プラスアルファ、反撃率 22%、一応エレニアつけてます。そして、まあ、ドラゴンリーグはその日に応じて、なんかつけたいものがあったらつける感じでもいいし、こっちに反射をつけてもいいかと思いますということですね。極力ルーン攻撃は振らないようにしてくださいと。でパスカルですね。パスカルの方も一応見つけていきましょう。弱点攻撃率アップ、まあこれ1本でもいいんじゃねえかっていうレベルなんだけど、弱点つけちゃいました。弱点敏捷でもね僕はいいかと思います。プラスアルファ、闇全然育ってないけど、まあこんなもんでいいかと。そしてエンマのリングでクリダミ 40% アップ、そして闇の破壊者の PV が全部オール5ついたものを付けさせていただきます。さらにここでね、弱点攻撃率20アップしてるんで、本当は1本でいいね、1本でいい。ただ PV アップが 18% つくんで、わざとこっち付けましたね。本来だったら魔法の、クリティカルじゃなくて敏捷ですかね、敏捷でいいんじゃないか、追加攻撃狙うっていう手もあるかと思います。プラスアルファ、宝石孫悟空ね、クリティカルダメージ 32% の弱点攻撃ダメージ 30% で、もう火力モリモリになっております。はい、今回甲状腺久々にやりますが、ここ狙っていきましょう。相当ランク上級編の40万点以上、この18等級の40万点以上をクリアすることで相当機能が使うようになります。ギルドを移籍した時に甲状腺1週間やんなきゃ、ね、いけないんですよね。で現在のこの甲状腺事情ちょっと私分かってないので、身をもってエレニア使ってやってみたいと思います。編成見ていきましょうか。カリンにエレニアに、誰だっけこれ、スピナにレイジェルにパスカルとなっております。まあちょっと今日ね、ちょうどレイジェルなんで一番簡単なところ、簡単なステージなんで、まあ早ければ早いタイム出したいと思いますんで、よろしくお願いいたします。では早速行ってみましょう。すべてを手に入れ、すべてを壊そう。破壊の力の前に力を大光神、貧弱な人間の体はいらぬ、これで終わりだ。世に従え、耐えられるか、本物の神になるのだ、神の力よ。いきますよ。
まずオートスキル切って、パスカルの下一発目からいきましょうか。さあ、どうする？うん、いきなり追加攻撃。破壊の力の前に。いいね。来たね。一発ですわ。一発。で、こっからね、一応エレニアの挑発つけるために撃っておきましょう。うん。ここのルークがね、3人攻撃出してくるんでね。あ、いいね。ライトプロテンス。そして、パスカルの上で、下の破壊の魔人もう一回撃てるようにしましょうね。うん、これで撃てますと。で、カリンの上を使って、ぐるぐる回せるようにいきますね。ダウン。うれい。まあまあまあ、ほとんど撃つ。大丈夫だね。ダメージ受けない。で、また、パスカル撃とうかした。一人ずつ潰していきましょうね。追加攻撃でね、潰せるとすごい嬉しいんだけど。で、まあ、パスカル上撃つか。まあ、一人倒したんだよ。これがいいのはね、スキルクールタイムがね、2つ使えるんだよね。ドン。うん。一人撃ってももう溜まっちゃうんじゃない？もしかしたら。一応挑発撃ってみよう。ライトプロテクション。これでクールタイム。おお、いいね。もう溜まってんじゃん。破壊の力の前に。で、まあ、2人目で倒れたよ。チャンスラー。うん。で、多分これもう一回パスカルの下打ったら一撃でいけるはずですね。今ただいま1分半ですね。1分半ドカンと。うん、いけ。破壊の力の前に。で、いきましょうか。で、次からレイチェル登場ですね。こっからいろいろありますよ。まず、ルークがシールド貼ってくるか、ああ、貼ってこなかったね。それだったらもうフレームドライブ。フレームドライブ。今週よく出るな、フレームドライブ。フレームドライブ。で、まず、レイチェルに攻撃が行くようにしましょう。おお、珍しい。シールド全然貼ってこないね。そしたら次のデバフ。今度はね、レイチェルの上打っていきましょうか。うん。ドン。で、スピナーの下。ああ、陣形作り来ましたね。そしたら、ホリライブ。こちらでシールド解除できますんで解除していきましょう。まだまだデバフをかけていきますよ。うん。レイチェルの下。レイチェル、スピナーの下ね。スピナーの下ね。うん。OK。したら、一旦、エルニアにシールド貼りますね。結構ね、エルニアがね、ヒットポイントね、打たれる可能性が多い。ヒットポイントを打たれるってか、もろい、もろい。で、カーリン打ちましょうね。よし。じゃあ、こっから、さらに立て続きね、1回目のエルニアの覚醒スキル使いますね。うん。これでなんかこの後シールド貼ってきそうな気がするな、そういう時に。まあいいや、一発目取り上げていきましょう。これが5回チャンスあると。パスカルね。まず1回目。ドン。ういい。前傾作ってきたんで、ライトプロテクション。で、剥がす。したら、パスカルの上。うん。もう20万ですからね。ドン。そしたら、カリンの下。カリンの下。まだね、パスカルに関しては追撃とか出てない。追撃とか出てない。どう？ドン。で、次パスカル打ちますよ。ドン。破壊の力の前に。で、ちょっともしかして、そうだね、挑発が消えてるんで挑発打ちましょう次。うん、変なとこに槍が飛んできそうな気がする。ほらね、飛んでたね。あー、まあ倒れなかったからよかったけど。ここで撃っておきましょう。ここでもう40万突破しております。5分以内ですね。40万は5分以内、楽勝だなこれ。めっちゃ強えわ。でね、クールタイムがね、結構ね楽勝。レイチェルとエレネデアで使えるからね。陣形きた。ライトプロテクション使ってドン。
もう5分かからず相当したら48万も簡単に超えますね。これはエレニアが強いのか何なのかよくわからんな、もはや。じゃあもう一回エレニア使ってみましょうか。逆にこれ13分20までいったらいくつまでスコアいくのかね。いきましょうか、エレニア上。もうこれで使い切ります。使い切っさあ出る、いいのかな、うん。ちなみにね、この闇の扉が1回にカウントされるかどうかっていうのも気になるんだよな。ちょっと見ていきましょうか、動きね。試練、まずここ1回でね、2回目使っちゃった。陣形が来ました。今パスカル2回目ですね、行動してたんだろうったのが。もちろんこの上、3回目闇の扉で、これで4回目になって、あ、やっぱパカついてんな。闇の扉も1回とカウントされてるね、敵にダメージ与えなくても。なるほど、あれ入ってないか。あ、でもこのパカパカがな、わかんないな。これで消えるはずなんだよね。ドン、消えたね、うん。こっからね、挑発でいくわ。あ、足りねえか、もったいないな、僕打ちちゃったな。下打ちましょう、うん、これでいい。いやー、これあっという間にいくな。200万ぐらいまで13分あったらいっちゃうんじゃない。はい、今12分30秒切ったところですね。スコア的には232万8700点のところに来ています。もうねすごいわ。エレニアが強いのかどうなのかちょっと分かりませんが、ひとまずここでストップかけましょう。はい、相当ランク18ですね。はい、これは当たり前でしょうね。はい、ということで5分あれば40万に届くというぐらい、今ではもう甲状腺簡単になってきましたね。そして今ね、多分僕の2以下の人たちは相当してます。相当すると48万点がつくんですが、50万超えればちょっとだけですが1位に入れます。それが5分ちょい、6分あればもう絶対行くでしょう。そのぐらいのレベルになっています。もし甲状腺で1位2位3位でね、宝箱をいただきたかったら、まあ5分かかんないからね、ボス戦1回やるより早いんで、もしやれる時間があったら甲状腺さてやってみてはいかがでしょうか。エルニア潰すにはもったいないキャラかな。うーん、中に入れて編成してもう一度再度やってみるのも楽しいかもしれません。では今日はここまでしたいと思います。では皆さん、バイバイ、ありがとうございました。甲状腺、今度はルーディー戦でもちょっとやってみようかな。うん、バイバイ。